熱いよ。チャンネル登録お願いします。今日は市場にやってきました。すごい人だね。カッポイ洋風のジーゴアンシーさんっていう場所なんだけど、毎日こんな風にめちゃくちゃ人がたくさん今回の市場はお母さんは食べちゃダメです。ダメなの？食材を買って自分で作ってください。いっぱい美味しいものあるのに。しかもお母さんが好きなネギ餅めっちゃ並んでたよ。食べちゃダメです。食べよ。食材を買って台湾料理を作りなさい。美味しいよね。美味しい美味しい。めっちゃ香ばしくて美味しいよ。レーガンのピーナッツ。先生一番いいわ。もう一回言うんだけど、食材を買うために来たんです。お母さんもうおやつ買っちゃったんだけど。すごいお肉が。お母さん今日は何する？豚足ちゃんにする？豚足いい。豚足は台湾料理を代表してるよ。挑戦しましょう。いや結構です。ジェリーちゃんできたの買えばいいじゃん。あ、そうだよ。お寿司見て、これ買って帰ればいいんじゃない？お母さん日本料理までカンニングしようとしてる。私が作るより美味しいよ。魚もほらこうやって並んでんだ。あ、カエルだよ。ねえカエル、カエル、カエル、カエルは私も無理なの。そう、ここで捌いてる。新鮮だね。え、じゃあコロッケ買うならジャガイモ買おうか。やっと作る気持ちに戻ってきた。今日の食卓は一体融合にしたいと思います。本当に作ってくださいよ。カンニングしないでよ。じゃあお母さんに台湾語を挑戦してもらおう。我最近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 20块。谢谢谢谢。これはいらない。コラーゲンだから。分かったから。かなりいいのこれ。だからこれを挑戦してみる。いらない。お母さんの虫歯が台湾にいる時の朝ごはん。お母さんはもう台湾人になってるよ。ここから見ると違和感ない。違和感ない。我最近あやだ。さてすぐ倒す。あんまも食べたい。あんぱんがいい。いいか。どうさんぱん。あ、はお。お漂亮ね。お漂亮ね。お漂亮ね。ジュミーや。ジュミー。ジュミー、ジュミー。先生。先生。見て、チューブ。これで作るの？取ってくれんだもん、骨を。すごい。顔がある。嘘。怖がってる。お母さん隣に顔があるから。見て、でも技術がすごいよ。お母さん骨取れる。すごいですか。すごいです。いいね。本当に？本当に。日本的市场好像不会这样乱，我看到这样作业。日本都很干净。台湾热闹啊，好好玩。后面是啥？樱花虾炒蛋蛋。目の前で作ってくれ。好吃。食べてみよう。お母さん食べ過ぎだよ。美味しい。うわ。好吃。超厉害ね。すごい。这是妈妈。包正常卖200包，250。不要问我为什么。为什么？好啊，以后买吗？促销。好啊，好啊，可以啊。好啊。老板，我拿两包。好好。谢谢谢谢。有那个什么？一个200元的，2个的250元。お姉さんが一緒に買いましょうって言って、一人125元で買った。耶，交了。日本的朋友是不是？对。哎，那多给你一点哈。啊。台日友好。好事好运。谢谢。谢谢。お母さん、安くてうっかりはみ出すぐらい買った。もう1週間分じゃないの？今日作る晩ご飯の用意買いました。ゲットだぜ。では料理していこう。はい、帰ってきました。市場で買ってきたこの食材を使って、今日はお母さんに日体の料理を作ってもらいます。ミハママの実力を発揮してもらおうと思って。仕方ないな。さあフライパン出して。やる気だ。フライパンはね、昨日使ったから食洗機の中に入ってる。おお、いっぱい入るね。其实我们之前都有使用洗碗机的习惯，那在家里拍料理影片的时候，很多粉丝朋友每次是问我说洗碗机到底好不好用，告诉大家真的超级推荐。家里有一个好帮手，就是这一台日本台湾都热卖的 Panasonic 桌上型洗碗机。大家可能会担心占空间洗不干净，请放心，没有这些问题的。你们看这一台机身很薄，我们在后面还能放架子收纳东西，虽然外观看起来不大，但是洗碗机里面的空间是可以放得下所有要洗的狗碗瓢盆，还有专门为台湾司机打轮化眼的孔洞，水质轮化了之后呢，可以达到更好的清洗效果，不会留下白色的水垢，超贴心的。真的，传统手洗的时候真的是耗时间又浪费水，洗的心情超不好。加上洗碗机的操作真的是超级简单，只要把要洗的餐盘碗筷放进去，按下按钮就好了。现在这台是最近新上市3级版，多了 AI Econavi 智能洗洗碗机，自己判断碗盘
含有多脏，自己调节用水量跟用电量，也就是说帮大家省水又省电啊，真的是超级聪明。而且它是用80度的高温水清洗，把脏碗盘的油污溶解掉，洗得比我还干净。还有新升级的洗碗机，有 Panasonic Nano EX。如果每一张用完的脏盘不多，就不需要马上洗。像是早上用一点点的脏盘，马上用机器洗或是手洗的话，有一点麻烦跟浪费。所以啊，可以先放进洗碗机里，开启 Nano EX 就可以抑制碗盘气味，等到晚餐后再放下去洗洗就好了。洗完后还有独立的热循环烘干，有时候饮料喝完，随手把杯子洗一洗，然后放进洗碗机，单独按下这个烘干就好了。再来就是洗完的餐盘碗筷，不用急着拿出来，因为它有 Nano EX， 不用担心闷在里面会有气味或发霉哦。更厉害的是，可以维持7天。如果你刚好去旅行，刚好回来之后，就马上有干净的餐盘碗筷可以使用了。我们真心推荐洗碗机给大家，还可以把一天的餐盘跟锅具一起洗，洗得比我们还干净。讲了这么多，赶快跟妈妈一起做料理吧。じゃあ作りますか。今日の献立は台湾料理の三杯鸡と日本料理のコロッケ。じゃあ私がテレビを見ときます。え？ジェリーちゃん皮むかなきゃ。女子女子、みんなで日台の料理作るぞ。じゃがいもの皮を剥いてください。はい、わかりました。親子の作業だ。お上手ですね、お姉さん。家でよくご飯作ってたから料理はできます。肉用も何も包丁1個しかない。あんな包丁使えない。包丁でかいよね、台湾の包丁。台湾料理を作るには使えないと。中華包丁でしょこれ。そう、日本の包丁はこういう感じだから。じゃがいも茹でるんですか。頑張ってる。中華包丁使ってる。料理作ってるかどうか包丁使い方を見るとわかるじゃん。お母さん今休んでますか。休憩。休憩じゃないけど、カメラの前に入ってカメラ。はい、みじん切りできました。お上手お上手。はい、フライパンにサッと油を引いて、ひき肉を入れて、玉ねぎのみじん切りを入れて、人参のみじん切りを入れて、お肉の色が変わるぐらいまで炒める。いい匂いがしてきた。じゃがいもが柔らかくなったかどうか竹串で確かめます。芯まで通ったら OK。 お、いい感じ。これで大体何分ぐらい茹でたっけ。わかりません。竹串が柔らかくなったら OK。 責任負ってくれないな。じゃがいもの大きさにもよって違うし、これは4つに切ったから割と早く煮えるっていう。だから竹串で調べてください。日本ママの技。水を切ってもう一度火をかけました。これは何をしてるんですか。水分が残ってるからそれを蒸発させてます。水分を飛ばした後に潰します。ブンバンで。ほら柔らかい。これめっちゃストレス発散にいいよ。チュルーン。お母さんこれよく作ってたの。コロッケって何が食べたいか聞くとグラタンかコロッケが出てきます。美味しいの。うちの定番料理。今まで大丈夫です。はい、はい、潰したじゃがいもの中にさっき炒めたひき肉と野菜を入れます。コロッケの形作りを手でやるから、手で触れるぐらいの熱さに今冷ましてるところ。熱い？熱いよ。おお、すごい日本ママ。私も握ります。熱い、熱いよ。お母さんが熱くなかったな。熱いよ。我慢してただけ。そうよ。すごいです。日本ママの手は熱くありません。別にもうちょっと待ってもいいのに、そんなに急いでないから。でも子供たちがスカスカして待ってるのよ。ママすごいの。母さんの愛情。私ももう一回チャレンジ。これ湯気がすごいもんね。熱い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 。こんなもんですかね。こんなもんですね。はい、できた。はい。そんな。まず丸めたじゃがいもを小麦粉にまぶして、小麦粉まぶしたものを溶き卵の中に入れます。最後パン粉をまぶして、これが揚げる前のコロッケ完成。この作るのが楽しいじゃん。絶対子供と一緒にやったら楽しいよ。お父さんも作ってくれる。お父さんが作るわけないじゃん。おお。もう中身は蒸してあって食べれるから、外側がカリッと黄金色になったら OK。 だいたいこんな感じだ。わあ。綺麗に揚がった。初めて家で食べます。そうですね、人生初台湾料理を作る。台湾バジル初めてです。日本にないもんねこの食材。唐揚げとかによくついてる。大丈夫、女子がやりますよ。洗っただけでもすっごいいい香りがする。ガーユ、ガーユ。チャイヨじゃない。チャイヨの台湾語がガーユ。ガーユ、うん、覚えてる。ガーユって言って。ガーユ、ガーユ。醤油とごま油とお酒1:1:1。私甘いのが好きだからお砂糖はちょっと入れます。お母さん予習してるじゃん。任せて。醤油とごま油と何だっけ。お、さすが、さすが。台湾先生これぐらいでよろしいですか。いいですよ。一口大ですね。一
一口前より大きいぐらい。おお、豚足作れるやん。女子部やります。フレッシュだよね、やっぱり台湾の市場のお肉。これが台湾新聞。今日也在吃台湾菜。准备好，お母さんじゃん。生姜の皮剥かなくていいの？剥かなくてもいいです。台湾に13年住んでる娘を信じて。生姜もニンニクも入れます。お。人参のナムルを作ります。人参を千切りにして炒める。カラカラです。油も何も入れてません。人参の水分を飛ばすように炒めます。お塩を少々。醤油を少々。ごま、ごま油を少々。もう食べてる。食べ出したら止まらない。美味しい。スナック感覚。めっちゃ簡単だし作っちゃう。次の一品、ほうれん草を湯がきます。くっついたまま。ちょっとほうれん草がしなってなったら OK、はい、こんな感じ、はい。おお、オーケー。冷やします。はい。ぎゅーっと水を絞って、お醤油と香りが出るのですります。日本でとんかつ屋さんに行った時で体験してみてください。台湾でもあるよ。あるの？うん。で砂糖入れてちょっと。ほうれん草のごま和えできました。ちょっと家庭料理簡単そうだね。簡単で美味しいです。ご飯食べたい。ご飯炊くの忘れてる。大事なご飯炊くの忘れてる。料理が揃いました。めっちゃいっぱい作ったら。日本の料理コロッケもある。サメチ、お母さんどうですか？自分で作った初の台湾料理。いい香りがしました。いただきます。じゃあまず私が日本人が作ってくれたサンベイチを味見します。バジルのいい香りが。どうですか味付け？バジルの味がします。お肉もジューシーでとってもご飯に合うサンベイチができた。美味しいね、お母さん。グッジョブ。美味しいね。意外と簡単だったよね。サンベイチ大成功。うちのお母さんの家庭料理の中にも入ります。よかった、レパートリー一つ増えました。じゃあお母さんが作ったコロッケ、ジェリーに食べてもらいましょう。でもマヨネーズいるよね。コロッケはソース派と醤油派があるの。うちは醤油派なの。お好みソースとマヨネーズ出してきた。醤油だったら割とあっさり風味のコロッケになる。こってりが良かったらウイスターソースつけた方がいいって感じ。うん、美味しい。もう売れるじゃん。うちは中に味付けしてないから、お店で買うやつは結構中の具が味付いてるから。ソースも何もいらない、そのまま食べて、うん、カニクリームコロッケとかかぼちゃコロッケとかいろいろ中身の餡は変えられる。お母さん今日の市場はどうだった？すごい賑やかで、日本って八百屋さん行ったら結構いろんな商品あるのよ。市場って本当に行くところによって違うんだね。それでもちょっと面白いよね。お客さんもすごいフレンドリーだよね。友達になるよ。あと何回か通ったらもう常連だよ。あ、本当？覚えられるよ。あの台湾語は何でしょう？ドアゼジン。ワーゼジン。お母さんももうますます台湾化してるから、これからまたますます台湾もしていこう。そうだね。次の台湾料理を楽しみにしております。はい、次は豚足かな。鶏のそれもいいです。カモの首かな。魚ぐらいにしてください。ごちそうさまでした。さあ最後の片付けは私がやる。どう？私がやる。いや私がやる。私がやる。只要把要洗的东西放进去，放入洗剂，按按钮就 OK。这样散步一个。打开来看看。啊，洗干净的耶！有了 Panasonic 中山洗洗碗机的帮忙，独占 Nano EX 技术 ，AI Eco Navi 智能洗，直线薄型化四季，洗碗烘干抑菌存放，一次搞定。有了它，洗碗不再是负担，让我们每天省下更多时间陪伴家人，让家务轻松解决，也让生活质感大提升。推荐给大家。チャンネル登録お願いします。